ローバーネット TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦、ギャンブル来さん、笑って暮らして医者知らず。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は私たちが楽しく健康で笑って暮らせるような社会を作ろうという思いに共感した様々なゲストをお迎えし、貴重なお話を伺いながら参考にしていこうという番組です。この番組の主催は、中部大学特任教授武田邦彦先生です。先生、今日もよろしくお願いします。で、前回は、早速ゲストをお招きしての会ということで、姿勢学術協会代表理事の片山健先生をお迎えして、お話をたくさんいただいたんですけれども、前回ストレッチのところまでお話がいきまして、いよいよそれが本格的な話になっていくというところになりますけど、前回は、例えば指をこう組むときとか、何を座るときとか、本来そのなりやすい方向があると、しっくりいく方向があると、それと基本的な体の構造、もしくはそれに伴うなんか具合の悪さが出てくると、いう、事実をご説明いただいたんですが、さらにの今度もこの2回目はですね、それの具体例の少し背景というか、そういうものをお話しいただこうと思っております。じゃあ片山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回ですね、このストレッチングを例えに出してですね、ひょっとすると僕らは何か大きな錯覚をしてしまっているのかもしれないと。というか、ストレッチングばかりなくて、常に我々はやりにくい方向を無理して何かやると、そういうもう決まってますもんね。先入観があってですね、例えば痛いっていう感覚ありますね。でよくおっしゃるのが、私もいろんな方指導させていただいてきましたけど、必ずおっしゃるのが、腰が痛くて伸びない、膝が痛くて曲げられない、肩が痛くて上げられないとおっしゃるんですよ。ところが、体の方から痛みっていうことが危険信号だと言ってるということに立ち返ればですよ、肩が痛くて上げられないなら上げるなと。そう、肩が痛むから上げてはいけないと考えないといけないんじゃないかなというのが私の考えなんです。なるほど。それで、前回このストレッチングのお話をしてきたんですけど、ちょっとこれ1枚ね、よく足を前後に大きく開いてやると、そうすると、結構の方が開く側と開かない側がある、硬い側、そうすると必ずやるのが硬い側を開こうと。なんとか自分を克服して成長しようという概念がありますでしょ。小学校の先生もそう教えてくれたからね、あなたこれができないから頑張りなさい。それでこの方は左足を前にした時にはお尻がつく、右足を前にした時にはお尻がつかない、それで何回やってもつかないのでというご相談があったんですよ。それで私が指導させていただいたのは、つく右足、左足だけ、この動作を続けてくださいと。伸びない側は伸ばさなくていいと。で、半信半疑でこの方やってくれました。でね、大体8秒の4回を、通常だったら1セット、それを2セットしました。とにかくついてる側だけをやる、そしたら結果としてつかない側がついてるんですよ。それはね、僕は2年ぐらい前だったらね、片山さんのようないい加減だと思うかもしれないけど、僕ね、26回なんかからひどい腰痛で、何回も大病院行ったりなんか精密検査して、名古屋大学の教授の時は名古屋大学医学部がそれは治すからっつって入念にやってくれたけど、全然治らないと、ところがこの番組を出てもらういただいた佐藤っていうボクシング選手がいて、その人がやってるジムにもう腰が痛くてもさんまさんの番組出れないと、それで控え室からみんなに抱きかえられてスタジオの椅子に座るっていう、そういう状態の時に帰って、その先生に予約してたんで夜の10時頃ね、行ったわけですよ。それでそんなキュッキュッてやったらね、治ってもう本当になんだこれはと思ったぐらい治ってるのはもう全然痛くないんですけど、その時にね、こう両足をこう寝て両足をね、で彼がこうやるわけです、こっちはピッピッとつくわけ、こっちはキュッキュッとこれで終わるの、そしたらね、彼がね、この行かない方をこう行かすようにするんじゃなくて、
行く方をね何回も何回もやるんですよね、今の話も全く同じ、まあそれ多動的にやられたってことですよね、多動的にね、これはね何回も何回もやってね、まあそうですね3分か5分ぐらいだと思うんですよ、そしてこっちがピタッとつくんです、ね、はい、そしてもうびっくりしちゃった、ね、はい、あれ何だ、まあそういう、はい、だからこれ、まあもちろんね昔からテニスなんかでも右手ばかりじゃなくて左手をやると右手が良くなるって、はい、まあ言われるけどね、はい、この行く方をやってるうちに、はい、行かない方が行くんですからね、うん、まあ、びっくりしました、だからよく例えるのが、まあ、最後の方であの応用編のところで、うん、次回かその次にお話しさせていただきたいんですけど、あの一番理解しやすいのが、まあ、信号理論と思ってもらったり、つまり痛みっていう赤信号の時には、うん、あの命からがら渡れるかもしれないから、うんうん、原則としては渡らない方がいいよと、うん、ね、青信号の方渡った方がいいでしょと。ですから例えばこれを肩に例えて言うならば、例えば右肩が上がらなくなりました、もう痛くて上げられないではなくって、今は右肩が痛みがある赤信号だからこちらは動かすなと、うん、動く左側だけを動かしてると、うんうん、そうするとやがてこちらも青信号に変わりますと勝手に動くんですよ、うん、そうね、これはもう人体のね、まあ、まあさすが何十億年っていうね、そう、知恵の中で培ってきた命を守る、ね、いや何十億年もしてない、あの、うん、多細胞生物5億年、あ5億年、うん、そっか、そういうね不思議さを感じます、ね、で早速ですけど今からですね、私がそういうことをご本人にですね、私が何かをするっていうことじゃないんですよ、常にご本人にそれを気づいていただいて、うんうん、あとはご自分で動いてくださいと言ってきた改善例がですね、うん、結構ありますので、はいはい、足早にご紹介して、はい、いきたいと思います。あんまり口を出しませんので、はい、まずこれはですね中学生の側弯症の女の子、ですね、座りにくい座りやすい側の写真です。でご多分に漏れず、座りにくい側でやると側弯がひどくなります。で座りやすい側でやるとこれがまっすぐになりますと。すいません、改善例と言いましたけども、うん、これはまだ改善例まで来てなくて、ちょっと見本というかそのあれをお見せします。これも、この方のお父さんね、うん、某都道府県の、うん、県の保健員なんですよ、うん、保健員ね、言えません名前がね、いいですよ。で娘さんが側弯症、なんとかならないか、うん、で見たらね、座りやすい方だとまっすぐなる、なるほど、あと続けてくださいってこと、ああ、ね、やった写真ですけどね。なるほど。でこれは男性で、世の中でですね今日本の中にもたくさんね突発性側弯症で悩んでる方がいると思います、うんうん、これ自分で改善できます、うんうん、骨さえ変形してなかったら、カーブ、骨が変形するのとカーブが曲がってるのは違う、うん、ね、で骨がくさび状になったり潰れてったりするとお医者様に、ね、うん、ちゃんと頼まないといけません。ところが突発性機能性側弯症といって、うん、構造の問題でやってる子は自分で解決できます。背骨は本来は前後には少し湾曲してもいいけど、はい、左右に湾曲しちゃいけないように湾曲しちゃうと、はい、突発性で起こると、はい、うん、でこれもそうですけど、ねじりにくい方にやると側弯がひどくなる、うん、なるほど、ねじりやすい方になるとなるほど、まっすぐなります、なるほど。要するに側弯症っていうのは動きやすい側に徹底的に動かしていくと勝手に消えるんです、うん、なるほど、はい、でこれねどのぐらいの期間でか、あこの人はですねやっぱりね、うん、私がしてるわけで1年ぐらいかかってますね。でも自分でやるだけですから、うんうん、家でね、毎日毎日、うん、そうです。私のところに来てたのは3ヶ月に1回とか半年に1回で8秒4回そう、もうあとはもう8秒4回を何セットやってもいいんですよ。ああそっかそっか。で嫌になったらやめればいい。なるほど、ね、これもねぜひテレビでね、うん、お話したいところです、はい、この運動は何回やったらいいんですかとこうよく質問があります。そう僕今言ったわ ね、うん、そうするとね、分かったようにね、うん、あもうこれは1日3回、うん、あれをセット、うん、そんなこと誰が言えるんだっていう話なんです。なるほど、なるほど。太ってる人もいれば痩せとる人もいる。じゃあ本人が感受性を持ってなきゃダメなんだ。いやだから本人がやりたくないと思ったらやめればいいです。ああなるほど、はい、もうそれが結果ですから。なるほど。だから何回を何セットっていうのは、まあ、口は裂けても言えないですけども。なるほど。まあでも一日朝昼晩ぐらいはやってねと、あいうぐらいのことは言います、はい。
でこれが、やっぱりその肩が上がりやすい上がりにくい、はいはい、これも側弯症の女の子なんですけど、はいはい、残念ながらこのお嬢さんはね実はあの、うん、骨が曲がってました。ああの骨自体がなるほどでちょっと改善しきれなかったんですけ どそれでもですね伸ばしやすいがにやってことで、うんうんうん、その、 あの小部角っていって側弯を測る独特の角度があるんで、うん、それは随分と小さくなりますね。なるほど、はい、それでこれがまたね興味深い話と思うんですが、バックは左右に均等にかけるべきか否か。よく聞きます、ね、あバックってこのバック、はい、肩掛けバック、はい、かかんじゃあ今のまでのあなたの話だったらかけやすいようにかけろと。そういうことなんです。ああのねこれ失礼ながら某有名な先生だったのを書いた姿勢の本っていうのがあります、はいはいはい、今までのね既存の、はいはい、みんな左右均等にかけなさいと言ってます。ああ書いてる。なるほど、うん、それはねやっぱり絵に描いた餅だった、うんうん、あの本人がね、うん、武田先生があの前回ちらっとおっしゃってました、うん、電車乗った時に足をこっち組みたいけど一時したらこっち組む、でもまたこっち組むと、 それでいいんですよ。あなるほど。つまりこのお子さんはですね、うん、発熱が続いて脳性痙攣を起こすお子さんだった。なるほど、はい、なるほど。発熱性のね、うん、で、学校、あの幼稚園だ、うん、お家から幼稚園に行くときには右側にかけてください、うんうんうん、で帰りは左側にかけてください、うんうんうん、そういう指導を受けてものすごく姿勢に力を入れてた保育園に行ってたの。なるほど、はい、なるほど。でちょっと待ってくださいと、それこれ写真をちょっと撮りますからって撮った写真がこれ。なるほど。これでかけやすいようにかけたらそれが治った。なぜかわからないけども、うん、消えたんです。脳性何熱性の脳性痙攣。ああ熱性の脳性痙攣。子供はよく多いんですよ。転換みたいなやつ、引きつけを起こすんですよね、はい、発熱した時に。それがあのかけにくい方にかけたから怒ってるわけ。いやそれは分かんない。ああずっと出てたの。ああずっと出ててお母さんから相談を受けた、はい、なるほど。で何をやってもこれは治らないと。でちょっとお話を聞かせていただきます。私は姿勢の話するだけだから何もできませんけど、とりあえず全体見てみましょうとしたら、うん、こういうふうなことが判明して、あそういえばと言ってお母さんが幼稚園で、はい、保育園でそう言われてますと、はいはい、じゃあもうそれやめてください今日から、はいはい、もう徹底して本人がやりやすい、はい、動きやすいと。でそのいわゆるその走り回りたい時は走らせてください、はいはいはい、ね、はい、おとなしくしときなさいと、はいはい、余計なこと言わない、言わずに、はい、もうどんどんやる。消えたんです。なるほど。なぜか分かりません。体がそうやって反応した。へ、はい、これもそう同じような話、はい、これもそうなんですよ、はあ、これは何、原因不明の微熱が続いた、うんうん、でだんだんでこれもあのかける方をかけやすいようにかけたら微熱が治ったかどうか。あいや事実としてはそう、事実として因果関係ははっきりはしないしないけども、うん、これかけにくい方にかけるとこれだけ首曲がるんですよ。ああそうかそうか。ここら辺の血流が悪くなるのかな、わかんないんですけど、うん、まあ正面を向いて何もかけない時でも若干首が左に倒れてるでしょ、うんね、でかけにくい方にかけるとさらに左に倒れる角度が強くなるんですよ、うん、でかけやすいという右肩にかけたら首がまっすぐなる。なるほど。あろうことがこの子も学校で姿勢教育を受けてた。なるほど。で必ず左右均等にしなさいと。ああ何の根拠もないのにタバコ吸っちゃいけないやつと一緒。まあまあ似てると思います、うん、これは大人ですけども手持ちバッグ。あ手持ちバッグ、これもそう同じです。そうね、僕も必ずありますよ、はい、あるでしょ持ちやすい側。そう持ちやすい側。要するに体っていうのはあの最高のバランス感覚を持ってる。なるほど。で構造が整った方がなぜいいのかはわからないんですが、うんうんうん、構造が整ってくるに従って、うんうん、様々な症状が改善されていくんです。だけど大人はね、はい、バッグの持ちやすい方に持つじゃないですか、はいはい、もうところが子供はそう言われたらしょうがないからこうやるから、そうそうそう、それで病気になるとじゃないかなと。あとね、これはショルダーバッグ。ショルダーバッグ、これも同じです。あさっきの話と一緒。それは大人でしょ。そうです、大人。それでなんか具合悪くなってたんですか。はい、あのこの人はまあ、実験というかちょっとやってみてということで写真を
やってもらう。なるほど、はい、そうすると桃子さんショルダーバッグ女性多いじゃないですか。そうですね、でもあんまり肩の最近はリュックが多いですね、うん、楽なので、はい、やっぱりだから楽っていうのがまあね基本的に命を守る、うん、何でも楽ばっかりしてもダメですけど、はい、命を守るっていうことにおいてはやっぱり楽な方がいい、うん、あ、僕はやっぱり昔からね、うん、楽をしてはいけない、うん、もう、うん、ねもう徹底的にそう言われてますからね。これね、話がなんかこうもっと塩辛いもの食いたいね、醤油かけちゃいけないとかね、そんな油食べなさいなんて山ほど言われてるからね、これね不満だらけの生活ですよ、次回ぐらいのお話でやらせていただきますけども、だからあんまり時間取ると、はい、でこの人ですね、うん、この人が1年間ぐらい続けましたと、はいはい、もうすぐ効果は出るんですけど、うんうん、固定されてくるまでの時間がちょっとかかって、あ、そうかそう、でこれが結果です、うんうんうん、本人がもう全部やったんですよ。お、何にもやってません私は。お、本人が体操でこれさせほど人ではない、はい、これはね、他県の方です。ああ、遠いところ。なるほど、北陸の方の方、北陸の人、はい、半年に1回ぐらい通ってこられて。なるほど、はい、であと私はただチェックするだけで間違ってないかどうか、 あとも全部本人。この方はね関西の方ですね。もうこの方も同じです。側腕症で、ああ、まあ、ギブスって言われてたのが、ああギブスをせずに、ああ自分で改善しましたと。なるほど、はい、ということですね。まあ、あとはもうざっといこうと思いますけど、これはいわゆる寝違い。寝違いね、はい、同じ理論でもう翌日消えましたっていう。ただですね、何したら消えたんですかこれ。もう自分で、まあ寝違いでここが痛いとここ曲がんないと痛くないとこ動かせばいいんですよ。どこでもいいんですどこでもいい、足でもどこでもいいんです。足でもいいの。足でもいいんです。首の寝違いは、はい、な関係ないんですよ。つまり言葉っていうのは便宜上の分類の区分名であって、ちょっと哲学的な、ああすいません難しい話だってね。いやいい、要するにね、首とか膝とかついてるのは便宜上なんですよ、うん、つまり一つの形なんだと。形の生物は一つの形なんだと、うん、だから足を動かそうと僕の体を動かしていることには変わりないんです。なるほど、はい、だから指であろうと 目でもいいんですよ。あのね、全く動けないで担架で運ばれてきた人っていうのがいるんですよ、うんうんうん、どこも動かせない、うん、で目は動きますかと、うんうん、眼球は動きますかったら動くと、うん、眼球を動かしているうちに体が動くなる。そう、お、眼球とは単なる言葉にすぎませんからね。わ、ね、かりました。ただ筋肉として神経としてどこかつながってるっていう感じがしますよね。そんなね、高尚なこと僕は実験できません要するに経験値です。経験値、うん、でこの方です、左官の方で。なるほど、全く動かなくなった。全く動かない、寝てると、はい、それで目だけ動かしてるうちに体が動く、うん、ね、目を動かしてたら今度は指が動くようになった。ああ、なるほど。で指を動けると肩が動くようになった。で肩を動かしてたら最後腰立てた。おお、なるほど。っていう結果。僕はこれほど大げさなことじゃないんですけど、はいはい、さっき言ったように、僕の40年来の腰痛はキュッキュッてやって治ったわけですよ、はいはい、あとここの骨がちょっとずれてたらしくて、その骨をキュッと治してね、はいはい、ですっかり良くなったわけですよ、その時に横にいた人がね、あ、イエス・キリストってこうだったんだって言ったの。あ、なるほど。つまりイエス・キリストって聖書によると触るとイザリが、うん、昔はイザリスか、今は差別用語ですか、はい、イザリが治って立ち上がったとか、こういうことあるんだって言ったぐらいね、はい、僕も転がるようにして入って歩いて帰ったんだね。そういうことがね、その後少しやっぱりまだ腰痛が残ったわけ、痛いのが、ね、はいはい、今度はね、僕はそれを分かってるからね、はい、体を動かして、はい、どこを動かしたら、はい、腰が軽くなるかなと思ってやったらね、アキレス腱を伸ばす動作になるじゃないですか、おっしゃってましたね。あれをやったらね、うんうん、もう全然軽いんですよ。でそんなもんなんです。つまりね、うん、そう、今あなたの話聞いてそう思ったけど、それまでは僕は腰が痛ければ腰を治療する、はい、ね、はい、そう思ってたから、はい、腰が痛いとどこが悪いのかなって、はい、でしょ、うん、ところがね、それを知ってたから今度、自分がこうアキレス腱に到達したらちょっと時間がかかったんだけど、あちこちこう腕を動かしてやってみた、それから足を回すとか、はいはい、そしたらね、ある時にふとね、うん、アキレス腱を伸ばす動作したらね、うん、それ立ち上がったらね、うん、アキレス腱を伸ばしたつもりなのに、はい、軽い、腰は軽いんですね、これでそれからね、うん、テニスなんかやって腰が疲れて、うん、翌日の朝起きて少し重いたい時は、アキレス腱の運動さえすればね、コロッと、ああそうでした、うん、だから武田先生にとってはそこが一番のベストポイントだったと、ね、いうことでしょうね。そう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 、これはみんな違うんですよ。なるほど、自分のベストポイントがあるんですよ、はい、
でそこをやるとね、あのやるとっていうか普段何気なくやってたりするんです。例えばよく頭をこっち側かく人とかね、なんかこういつも肩をこうする人とか、あとこう足を振る人とか、必ず何かやってる。これが命をね、僕らの命をどうやら守ってるようだ。だからあの貧乏ゆすりするなんてやつがいるからあれよくないんだよ、うん、そうそうそうあれはねさせとけと、あのその礼儀的なルールとして言うんだったらいいんだけど、うん、それは正しいと言っちゃダメですね。ああなるほど、はい、命を守る。そんなことは皆さん症例聞きたいと思うから、はい、これね、あのアトピーなんですよ。これ分かんない、ね、あのこの人3歳の時に発症して、うん、アトピーね、28歳まで、うん、ここで私のところに訪ねてこられたのが28歳。なるほど。でね、あの残念なことにっていうか、あの身内の方にあの皮膚科の先生がいらっしゃって、はいはい、いろいろやってくれた、はいはい、でも治ったりあの、はいはい、また出たり治ったり、もう繰り返して、はい、ありとあらゆる温泉治療から断食からやった、もうダメだと、ダメと、はい、で自殺しようと思った。なる。商店街を歩いてた。なる。たまたま私の教室に来てた人に会った。会った。うん。あんた行ってみると言われた。うん、で来ました。うん、で7ヶ月後に、8ヶ月後か、消えちゃったんです。ああ、なるほど。で、なんでですかって言われても私も分かりません。うん。それ何をやったんですか。いや、要するに、あなたはいろいろやられたんでしょうけど、その構造、人体構造というか姿勢を整えるということをやったことありますかと、うんうん、ね、うん、いやヨガとかなんかやりましたと、うん、いやそれはヨガということであって、うん、姿勢を整えるということイコールではないから、うん、よかったらやってみませんかと言ってやったら消えちゃった、うん、どういうこの背骨の姿勢とか足の姿勢とか言えば、はい、何を直したんですか。あ、この方、うん、あのね、あの一番基本になるのはね、うん、主軸なんですよ。主軸、ね、これ実践編で出てくると思うんですけど、はいはいはい、あの主軸って桃子さんどこにあるかご存知ですか。主軸、よく言うでしょ、体操で主軸って、うん、だから体の軸、うん、いや体幹か、書いて字の通り主軸なんですよ。え、そんなこと言ったって、あるじって書くじゃないですか、はい、そう、あるじ、そうね、あるじの縦棒が背骨なんです。そう、背骨ね。で主の一番底辺の横棒がこの股関節を結んだここの軸。なるほど。で2番目がここ、3番目がここ。ああ、ここ？はい。これ頭蓋骨、ここにある。ここの首と頭の付け根に。ああ。はい。ですからこうやって書くと、あるじっていう字になるんですよ。ああ、そうか。主。はい。あってこれ最初のこれがこれ。はい。それから中間がこれ。ここここ。ここ2番目、はい、肩甲骨、それから腰の軸が一つ、はい、それで背骨、はい、それが主人の主、はい、本当ですか。いや、嘘ですこれね、私がね、あの便宜上作った言葉なんですけど実際にね、この主軸というものを整えると、うん、あの最も早くあの改善されていく。へえ、だからこう姿勢を正しく座るとか、それは間違いです。あ、そうですか、はい、あのね、あの私が言いたいのは、正しい正しくないを言いたいわけじゃなくって、はい、あのその時々の最善に従えということなんですよ。つまり眠たい時には寝るじゃないですか。その時一番睡眠のこう深く寝るって経験されたことあるでしょ。だから指をこう組みたい時には組みはいいんだと、こう、うん、背伸びをしたい時にはしなさいと、うんうん、ね、うん、暴れたい時には暴れなさい、うん、ただよく今最近あのなんか子供たちが学校で椅子に座れないっていうね、うん、本来命を守る側から言うとそちらの方が健全なんですね。座らない方が健全です。健全なんです。ちょっと哲学的に分かんないんだけど、うん、それは分かりますよ、うん、今言ったことは、うん、だけどその主軸を整えるっていうのは、うん、姿勢を正しくするんじゃないんだ、何にするんですか。あ、やってたら主軸が使えるようになる。まずやってたらって何。あのこのいわゆるまだ実践編が来てないんで。ああ、そうかそうか、そうなんですよ楽しみはそのあるね。楽しみはまだ、ね、今はまだね、あの新しいね定説を覆すっていうことでお話してるので、最初からバラすとみんな見なくなっちゃうからねいや、やっぱそういうあの出し惜しみでもないんだけど、ちょっとまず理解していただかないと。先に行きましょう。はいはい、まあそういうことで、これもアトピーで消えましたと。なんでか分かりません。別の人。はい、別の男性です、うん、姿勢を正したことは正した。はい、しました。まあこれはもうよくある五十肩とか。五十肩ね、そういうやつです。五十肩なんか簡単と。もう簡単と。それはもう問題はねそんなの問題じゃありませんって問題じゃない、はい、問題じゃないです。じゃあ四十肩を、五十肩とかもう治った姿勢を整えるといいと、
で腰痛も若ければ、いやこれ何ですか、あこれも五十肩あのあれです。ああそれでビフォーとアフター、アフタービフォーは上がらないけど、うん、アフターはちゃんと上がってる。はいはい、これはあの競輪選手ですかね、肩打ってあの、はい、上がらなかったけど、肩打って肩が上がった、こっちがビフォー、はい、こっちが違うんだよ、あのね今まで間違えてたわけか、これ貼るのがね、こう、あそうか、これがこっち反転してないんだ、これがこう反転してないんだ、あ反転してない、うん、これは放送局のサボりなんだ、サボりかこれも競輪選手です、あのヘルニアです。でね、この方はね1週間後に手術っていう、あ僕ねこれね、あなたからちょっと説明を受けたことあってね、はい、びっくりしたことあったんですよ、はあ、これあのヘルニアで手術の前に、はい、何をやったんだっけ、えいや姿勢を正した、そうただそれだけですそれだけ、そのしかも強制じゃないですよ、ああ本人が痛くないように動いただけ、あそうそう、うん、痛いことをさせたらダメだからね、はい、ね、はい、そしたら椎間板ヘルニアの、はい、手術をしなくてよくなった、あの申し訳ないんですけどね、 あのこの方リハビリをずっと続けてて、はいはい、で痛くてできないこと一生懸命あの やられてて、でもどうにも改善しないから手術だと、ああそれで手術の前だったと、はい、ちょうどあなたのとこに来た商店街歩いてたら、あこれは違います私あのプロ あの競輪選手のトレーナーもやってたんで、はい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 、で相談来られて、ああ、あのいつもの今までお話したところの話をして自分で改善されましたと、うん、まあね、だからアトピーはびっくりなんだけど、椎間板ヘルニア、はい、まあ椎間板ヘルニアもね、あのねだからこれはあれですよ、脊柱管狭窄症、ああ脊柱管狭窄症ね、はい、これもご自分で、なるほど、だからね脊柱が狭窄になってても、うん、そんなにね特別に狭窄の程度が弱いと、うん、自己的に回復するのか、はい回復しますね、例えば軟骨ぐらい少しできるとか、はい、はい、そういうことがあるのかもしれないですね。この方も滑り症と脊柱管狭窄症。ああ、なるほどなるほど。はい、滑り症とね。はい、ああ、相当歪んでますね。はい、でも私が何回も言いますけど、治療をやってるわけじゃなくて、ご本人が動くっていうだけ。はいはいはい。だからただ正しいかどうか分かんないってあなた言うから、うんはい、適正な動き方はしなきゃいけないでしょ。うん、まあとりあえず。あの左右をやるときには同じ条件でやってもらわないと、こっち側にやるときにはこうやって、こっち側にやるときはこうだと、うん、これは適正とは言えないんで、一応シンメトリカルに動いていただいてと、はい、でこれも滑り症の方が、はい、うんはい、でこれも競輪選手ですね、はい、曲がらなくなったのは曲がりましたと。いやだからこれなんか僕なんかこういうやつでね、はい、40年間別に僕は曲がらなくなったわけじゃなくて腰痛だけど、はい、強い腰痛で、はい、もう全然治っちゃったもんね、あっという間に、はい、足首こうやってだけだけど、まあ極端に言ったらですね、あの外傷とか、うんうんうん、骨がもう変形してしまってとかいう以外のものだったら、うんうんうん、ほとんど消えます。なるほど、はい、改善されます。これは股関節の方。ああ、股関節ね。はい、開閉制限って言って、はい、変形性股関節症になるとあの開かなくなるんですよ。ああ、足が開かなくなる。はい。でも開いてる。だから繰り返し言うと、後であの片山さんから解説があるけども、はい、その姿勢の正し方というのを やれば、はい、それは別に股関節であれ、はい、五十肩であれ。はい、みんな同じですよ。関係ない。ただよほどもう長くて変形してるのがちょっと話は別です。それはだから今度程度による程度による。いやこの番組はそういう趣旨だから。はい、そうです。要するにちょっと変な時に、はい、そのままやってるとお医者さんに行かなきゃならない。はいはいはい。そこで戻せば、はい、戻るんだと。そういうことなんです。うん、なるほど、はい、で。この方もそうです。開閉制限の股関節。はい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 。すごいじゃないですかこれ。はい。もうすごい、その方はもう今時々こういういい加減なテレビありますよ、はい、こうやったらそうでしょだからねビフォーエンドアフターでどこまでインチかって言われそうなんですけど、はい、まあ実際に実技とか、うん、あのやりますし、そう、ね、またテレビでご覧の方もご自宅でされてみたらいいと思う。これだけど先ほどのところですね。そうですね、ホームランですね、はい、向こうに見えるそうです、そうです、そうそう、はい、アボラヤがあるんですけど、これは高山さんが廃材で作った油。そう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 。そうそうそういう。ここでなかなかね、はい、バーベキューやるといいんです。そうなんです。はい、これはもう正座が続きます。あの、はいはい、もう正座できないと。ね、いやできないんじゃなくて、今はしてはいけないんだって言って、
まあ、簡単に言うとですね、うん、曲げなくて伸ばすことだけやるんです。そうすると曲がるんです。ああそうね、あそうなん、つまり曲げようとするんですよ、曲がらなくなったって言うんですよ。やっぱり人間はこう向上心がありますからね。はい、そうなんです。それがね邪魞するんですよ。それこれもうずっと膝が、いや、真面目な人の方がいいんだね。膝が続きます。素直な人がいいです。あ、素直な人、あ、頭で考えない方がいいです。もうあの膝がですね、あ、なるほど、はい、この人膝が痛くて座れなくてここまでしか曲げられないのに、はい、こう曲げられるようになる。そうなんです、うんはい、これも同じですね。ちょっと中の運動が飛んでるんで、この運動は次週か、うんうん、その、はい、次回かその次かにやりますんでね、はい、まあ、とにかくそうずっとあとざっといきますね。これは膝の人、男性ですね。膝の人ね、はい、膝が痛くて伸ばせなかった、はい、これ興味深いのは O 脚と X 脚、ああ、これも治る、いや知らないんですよ。僕は O 脚を直そうと思って思ったんじゃないと、ないんです。姿勢を正しや、はい、O 脚も治るで、 O 脚も X 脚も同じように本人でやるんだけど消える、あ、消える、はい、でも O 脚だからこうしようとか、 O 脚の直しかこうしようじゃない、ないんです、ないんだよね。そういうこと関係ない、関係ない、この人はね、射形と射姿で競輪選手になりたいって私のところ訪ねてきて、射姿、はい、で、いや、射姿の手術はもうしてた、射形と射姿は、ただ体がまっすぐならない、あで自転車に乗られない、あプロになれないって言って相談に来たんですよ。でもう立派にプロになりました。あ、はい、すごいでしょ。このくらいになるとちょインチキかと思っちゃう。インチキっぽいですよね。何か器具を売ったりするわけではない。ああ、そうなんです。自分自身と、はい、本人がやれてるやつ、はい、っていうことですね、はい。修理中はただ。はい、あ、もう修理中。これも圧迫骨折でね。ああ。身長が縮んだって不定収束が出たっていう。アフターでだ身長これ2、3センチ伸びてるじゃん。伸びてます。なぜか。なぜかね、私は分かりません。強度のめまいも改善して、あんまりめまいだから、はい、中枢系だからね。あ、これも一緒ですね、この方もこの方も全部ご婦人が圧迫骨折、あだから諦めない方がいいですね。あ、まあ、圧迫骨折だからっつって、あ、この方たちは結構年齢ですよ、お年が70、80の方。そうですね、はい、でこれがね、皆さん信じられるかどうか、もう信じなくていいんですけど、別に信じてもらおうと思って言ってるんじゃないんだけど、肩麻痺、脳梗塞による、あ、脳梗塞による肩麻痺、肩麻痺、はい、それで普通桃子さん、はい、脳梗塞ね、左脳をやられると右半身が動かなくなるんですよ、ね、こっちやるとこっちが起こる。でこの方は右半身動かなくなってるので、うん、左脳がやられた、うん、ね、で、まあ、病院ではその動かなくなった手を機能訓練でやるんですよ、うん、それはある意味間違いではないと思うんだけど、うん、ものすごく痛い、うん、痛いんですよ。つまり動かない方を動かせようとする、うん、ところがそれで、うん、これを何を言ってるかというと、うん、とりあえず左手を動かしてもらった後の写真がこちらなんです。ビフォーがこれ、うん、上がらない、うん、でこの間に本当は左手をその場でこうやって上げてもらうっていうことをやってるんですよ、うんうんうん、そしたら結果として右側が上がるようになる。なるほど。でその時に機能訓練をすると、うんうん、ダメになっちゃう。いや、よろしいんじゃないですかというのが私の意見。つまり上がらない時にいくら機能訓練しても、ああそうかそうか、効果が、はい、効果がまず、はい、自分の体が上がるようにしてから、はい、あの神経に電流を流すと、うん、はい、いうことをするべきだと、うん、した方がいいと、楽に改善するよって。これ足の方ですね、足も同じ、あ、これ脳梗塞による同じ人、同じ人、さっきのやつは別の原因ですけど、はいはい、今度は足、足が動かない、はい、ビフォーはこれですね、はい、でそれの間にですね、うん、これは左右膝が上がらないんですよ。そう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 。でこの間にですね、左膝だけ上げるっていう運動を入れたら、うんうんうん、その結果がアフター。なるほどなるほど、そうなんだ。なんかわかんないんです。だから桃子さんみたいに改善努力をする人はダメなんですよ。努力する方はダメなんです。なんか子供にもそう今教えてないですか、うん、あなたこれできないからやんなさいよ、得意なことをやらせよ、うん、そうです ね、うん、ね、今ちょっと半分そう思いかけてますけど、ね、いや武田先生がどこかでね、芋づる方式聞いて、なるほどなと思って。そうそう、あれはね、うん、学問的な分野だけど、学問的な分野でも、うん、いいところを伸ばすと、うん、漢字ができない子に、はい、漢字の練習させちゃダメなんですよ、うん、漢字のできない子は、うん、
得意なやつをやらせると漢字の点数が上がってくるんですよ。体も全く一緒なんですよ、ね、だから、ね、体も一緒なんですよ。これはですね、おおよそそうやって僕らが生活すると大まかな血液型じゃないんだけど、大まかなあの類型ができますと、まあ類型論ですよね。でこれがですね、実はその次回かその次ぐらいにお話しますけど、自律神経と内臓との関わりをご説明して、実は曲がってると消化系が悪くなる、あの傾向がある、ある、うん、これは何ですか、どういう傾向なんですか。こちらはサッカーしてる人なんか多いんだけど、はい、これは右利きで、あの右足で蹴ってるとこういうあの形になる、いわゆるこっち側に詰まってくる、詰まってくる、はい、うん、逆で左で蹴るとこっちが詰まってくる、詰まってくる、うん、で運動によってその人の動きによって、はいはいはい、まあ、こちらだったら水泳とかね、あ、水泳とかね、はい、あの主婦とこれが一番いいと。まあ、いや、基本いいかどうか分かんないんですけど、基本形をそれ消化器でこうやってなって消化器が具合に具合率で人は、うん、あまり無理せずに治すと、これはね、だからあの私は医者でもなければ治療家でもないので、あのその治すとかは言わないんですが、この散々これ今までお見せした方々は、ただ代表的な症状が膝が曲がらないとか肩が痛いとか言ってくるんだけど、肩が治る、あのいろいろね相談されるんですよ。実は胃が悪かったんですけど、あの腎臓がとか、なる、ところがね病院に行かなくなるって言うんですよ、うん、いや医者知らずですか。医者知らずなんですよ、本当にね、あのぴったりだなと思ってこれでこれ最後の哲学は、あ、最後ね、はい、あの要するに今日お伝えしたことは、はい、皆さん方は警報を原因と取り違えてないですかということなんですよ、うんうん、火元と警報と火元を取り違えてない、うんうん、警報は痛みだと。そうなんですね、これ痛みが警報だから、うん、あの火災警報が鳴ってるのに、はい、火災警報に水をかけてもダメだ。そう、ダメだっていうことで燃えてる家の方にかけろと。そうです、燃えてる家の方ね、だから今後その次回とかその次にですね、はいはい、実際にじゃあどうやって皆さん方がやっていったのかという基本的なね、うん、運動、あ、その前にちょっとその理論のね、ヘリクツの説明をさせていただきますけど、うん、実際やっていきますので、はい、ぜひ楽しみに、お待ちいただきたいと思います。番組の宣伝をしていただきます。あ、いえいえ、ありがとうございます。はい、ということで、それ非常に佳境に入ってきましてね、まあびっくりするような感じなんですね。姿勢を正すっていうか、要するにその方法は後でまた次回話ありますが、僕もだけどね、漢字のできない子が実際いてね、ずっとね、その母親に見せてもらって、うーんと考えて、いや、これはね、あの漢字を勉強させたらダメだっつってやったことがあるんですね。うん、やっぱりなかなか全体的な脳の、はい、これは脳ですね、はい、脳の動きというか、それが僕に見えなかったのなんです、はいはい、このね、ええ、その子が漢字ができないというのは、実は漢字のところの脳に問題があったんじゃなくて、うんうんうん、他のところに問題があるんですよね、はい、ですから、まあだけど普通は漢字ができないとお母さん漢字勉強させちゃうことが、まあそうですよね、あのだから先ほども言いましたけども、あの芋づる方式をお聞きしてね、びっくりしました。なるほど、体と一緒じゃないのっていういいところを伸ばせば、そうそう、体全体が良くなる。芋づる方式っていうのは、社会の犯罪をなくそうと思った時、うん、犯罪人をいくら捕まえても死刑にしてもダメで、うんうん、逆に一番いい人、こういい方に引っ張るとこっちがなくなる、うん、そうだからそれに例えると、痛みというものを相手にするんじゃなくて、良いところを動かしていけば痛みは良くなるっていう、はい、まあ、そういうお話でした。これはまあ社会学の人、はい、まあ、ということで今回は実例を多く皆さんにお見せすることができたので、その回になりましたけども、多分ね、はい、あの嘘じゃないと思います。はっきり分かりますよ。じゃあどうしてそれがそうなったのかという具体的な話をまた、実際に話してる私も分かってないんですよ、うん、ただ生命がそういうどうやら仕組みで動いてるっていうか、命を守ってるっていうことだけ気づいてる、うん、なるほど、まあそういうことです、はい、それではそろそろお時間ということで、また次回に移ってまいりたいと思います、はい、今日も武田先生、片山先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。武田クリコギャンブル大佐、笑って暮らして医者知らず、今日はこの辺でということで、次回またお楽しみ、ありがとうございました。どうも失礼いたします。Dear old friend.
it's rainy, when it's storming.